うまくあってああやって外から中に入りながらボールを奪うと、はい、ここ早いでしょ。あります。泉沢の前が大きく開く。ボックス内進入、カットインからシュート。同点に追いつきました泉沢。これがヴェルディの勢いです。まあさすがですよね。あっさりとぶち抜いて1対1の同点にしましたヴェルディ。もう何度も何度も抜いていたこの左サイド、ここずっと今まで縦にここから行ってたんですけど、ここ内側に入っていきながらですね、ニアサイドですね、はい、さすがの岡本もちょっと中を開けていたか。狭い方ですけどもよく狙いましたね。そうですね、これもう完全に股を狙ってシュート打ってますんでね、はい、足を広げるのも予想して待ってるんですよね。そこを打ちできました、はい、同点に追い